はい、引き続きこんにちは、しょうちゃんです。引き続き撮っていきます。今度は塩爆イタリアンですね。さっきイタリアンダメだったんで、ダメかと思ったんですけど、実は枯れました。ちょっと撮影する余裕がないと思ったけど、意外と枯れたんで撮っていこうと思います。塩爆イタリアンに行きます。案外これが正解かもしれない。行きます。塩爆イタリアン、よっ。入っていきます、ちゃんとね。素晴らしい。結構たまりも早くて、なんだかんだこれが正解かもしれない。さっきよりも煙幕の水分が、じゃあ、イタリアンの水分が抜けてるからかな。これだったらなんか煙幕とイタリアンで水分調整されて、なんかサイレージもできそうな気がしませんか。はい、というわけで煙幕イタリアン、こんな感じです。なんか経済性としてもなんか悪くないかな。まあ NWCS の3分の2ぐらいの値段でこれが価値を認めてもらって買っていただけるんだったら全然ありかなという感じがしますね。結構ちょうど水分多そうですよ。裁断も細かくて、まあ、あとこれいかにもう少し早く刈るかですね。このこの後ちょっと煙幕が到着しちゃってるんで、はい、というわけで最後この大音量をお楽しみください。いきます。カバッ。なんかこれ家にも近い感じがする。なんかこれいいかも。これぐらいの水分、ちょっとちょうど 60% ぐらいありそうな、 60% 70% っていう感じの手触りですね。あ、ちょっともうちょっとあるかな。ひょっとしたらいい発酵するかもしれません。というわけで、イタリアンは枯れませんでした。煙幕も枯れました。水分がちょっと煙幕は低すぎました。イタリアン煙幕ってのが案外いいかもしれません。コンパですね。まあ、ちょっとこれをちゃんとロールにして、サイレンスになるかどうか、その辺が大事なんですけども、引き続きやっていこうと思います。バイバーイ、よしおちゃんでした。ケンパーね、ケンパー C2200 ね、自慢の機械でございます。自慢とか恥ずかしいな。はい、バイバイ。